はい、お疲れ様です。それではですね、テトリス99をやってみたいと思います。テトリスもね、何年ぶりって感じだよね。で、このテトリスは任天堂スイッチオンラインに加入すると無料でできるやつなのかな？で、この仕様を見る限り、チケットが10枚しかないので、10枚終わったら遊べなくなっちゃうのか、それともデイリーミッションをクリアするとチケットがもらえて、またできるようになるのかは、ちょっと不明ですね。で、できるのはこの2つだけ。テトリス99とチームバトル。シェアバトル、持ち寄りバトル、CPU バトルは、やっぱり無料だとできないんだね。じゃあ、この2つだけみたいだね。デイリーミッションの40以内に入るっていうのと、合計5回 KO するっていうのがあるんで、これがね、ちょっとやってみようかな。目と繋がってるか？繋がってんのかね。うん、大丈夫だね。なんかネットの接続方法によってね、なんかうまく通信ができない時があるんだけども、これはいけそう、いけてるのかな。なるほど。これで攻撃先が選べると。あ、なるほどね。一気に下までは、あ、もうミスってんじゃん。ちょ。操作が。もまあ、誰からも攻撃されてないのかな？ラッキーってこと？ホールドはどうやってすんの？ホールドボタンは？
あ、危ねえ。あ、危ねえ。おお、あー倒された。ランクアップした28位。なるほど。ちょっとホールドのやり方と下になんか一気にドカーンと落とすやり方わかんない。とどめ打ち。あ、ホールドできた。L かな、L。やばい、なんかすげえ来てるけど。スピードがドンってやったらわかんない。うん。おー、ただ、
ち頑張れ。おい、さあ、頑張れ。頑張れなかった。この下にドーンっていくやつはどうやるの？ホールドでしょ。あ、上ね。なるほど。わあ、もうなんで狙われてるのさ。もうなんでそんな狙うの？あ、なんで、なんと、もう、はぁ。ちょっとこれラストにしましょうね。まあ、1位はね、ちょっと難しいというか、私にはできませんので、30位ぐらい目指したいな。バッチならいい。カウンターって、カウンターで攻撃されたら攻撃仕返しますよってやつだろ。ホールド。まあミスったし。もうミスったし。もうなんで攻撃すんのさ。もう、まだ今一瞬下行けそうな雰囲気出したけど行けないの。もうダメだ。あー、65位ぐらい、69位か。ちょっともう一回だな。
ボンミスが。カウンターで行こうか。やられたらやり返す。ホールドしようかな、ホールド。なんでこんなことをするのさ。もう。はあ。はあ。信じられない。50以内だな。50以内になったらやめてやるぜ。なんでこんなに来んだよ。信じられない。結構50以内って難しいのかな？最初の方はたまたまいけてたってこと？
もう一回チャンスをくれ。ミスったあぶねマジかよー。いけねえのか。いけないか。あれかな、レベルが、ランクが上がったから。ランクも関係してんのかね。一番の初心者と比べたら、多少狙われやすいとかさ。これラストだな。ラスト中のラスト。ラリーカウンターカウンターでいい。気持ちいい。
やばいけど。ちょっと。なんで狙うのか。50位無理なんだよ。はい。ってことで、テトリス99。終わりにします。ありがとうございました。またお願いします。